ちょよ、アリス行こうぜ、頂点へ。なんでギャラドスいんの今の環境で。こないだ見たぞ、ギャラドス。誰だよ、ギャラドス流行らせた人。いや、ちょっと待ってよ、これもさ、レシラムか、レシラムか。じゃあレシラムから来てくれたらいいんだよ。なんかさ、レヒレがいたらまずいんだよ。レヒレいたらザシャ。レヒレ以外はさ、なんかアリセンでいけそうじゃね？あ、サンダーは、ダメか。これでいく？うわ、めっちゃ、マンムーとかいうやつにやられそうなんだけど。いやー、ちょっと待てよ。考えろ、考えろ。ラグラージ、ハリー戦のメルゴンか。いや、絶対サンダー出してくるでしょ。燃えるは出してくるでしょ、絶対。ってことは、ステルスロック巻いといた方がいいじゃん。で、多分ラス1が、まあ、手手札としたらヌメルゴンで無理やり突破するしかないんだけど、でもゴリランダ出すとサンダーで絶対止まるし、レシラムでも絶対止まる。それだけは避けたい。から、こうするしかないか。ハリーセンが活躍するしつついけるというのはもうこれしかないか。いやー、ザシアンニキはちょっともうね、使わない。こうなるから。いや、でもさ、いや、正直、レシラブ、あ、ちょっと待って、レシラブって草技覚えてるか？ やべえかも。いや、ステラだけは巻いときたいな、じゃあ。まあ、でも、ここで大巻きってくれるなら大巻きってくれるでいいのよ、正直。そしたらもう、ハリー戦で大巻ければいいだけだし。リーセンで雨さえ降らせれば、なんとか、なんとかなってほしいな。ステラだけ任せてくれ。あ、流星群。それ耐える。おえ、え、え、強っ。え、強い。え、強いな。強いな。メガネかな？え、これ危なかった。ハリセンで突っ込んでたら負けたんじゃないか、これ。危なかったな。これハリセンで突っ込んでたら負けてたよな。いや、なんか引っ込めてきそう。毒下がってるし、下げてこない。先にラグラージュを倒しちゃおうと。なるほどね。じゃあもうハリー戦でダイマックス切って行っちゃってもいいのかな？いや、この流星群どういうことだろう。こんな入るかな。ダメ消しよ。はい、サンダー受かりません。サンダー受かりませんよ。レシラム。流星群252ラグラージ H252。 メガネだな、メガネの火力だな、あれ。いや、これマジで CS だったら、ほら、受かりません。そうなんだ、受かりませんよ。あれ、やっちゃったね、君。ハリーセンのこと舐めちゃったね。これだから困るよ、ハリーセンのこと舐めるやつは。
いやいや、ハリーセン舐めてもらっちゃ困るのよね。でもこれでレシラム出てきたらもっとまずいか。レシラムにダイマックス切られたら。え、ダイアース耐えるよな、ハリーセン。レシラムのダイアースぐらいだったら耐えるよな。え、耐えなかったらまずいんじゃね。え、これレシラムのダイアース耐えるよな。いや、これ勝ったらマジでかいよ。ハリーセン日記ね、サンダーしばいたぜ。全国のハリーセンキッズたちに届いただろう、これは。ハリーセンじゃサンダー受からないってこと証明したからな。 HB サンダーだとまあ乱数で受かるけど、いやもう受かりません。 CS サンダー受かりませんよ。いや、ダイヤス耐えてほしいな。めっちゃ入るじゃん。耐えろ耐えろ、ハリーさん。えい、あい、ダメ、耐えない。マジで、いや、金殿はやっぱ金殿か。うわー、ドラグン入れようかな。アークじゃなくて、ダイマークドラグンにしようかな。あー、ちょっとドラグンにしよう、ダイマーク。決めた。うわ、マジか。いやー、ドラグン耐えるけど、次のポケモンに勝てないんだよな、多分これだと。さすがのメルゴン。やっぱドラグンだった方が良かったかな。 1.5、2倍。いやー、ドラグンだったな。いやー、ドラグンだったな。いやー、でもレシラムのためだけドラグンを入れるなんて、俺はそんなことできない。いや、あとレヒレだったらもうダメだしな、そもそも。だよなー、レヒレだよなー。うえ、もう勝ち筋残ってないわ。耐久がちょっとね。いや、ムーンフォース搭載してない型とかだったらいけるんだよ。そんなやついないだろうけど。な、濁流と波乗りと、あの、自然の怒りしかないみたいな。え、まさかそのタイプの人ですか。ムーフォースないぞ、こいつ。耐えろ、耐えろ。すごい乱数。すごい乱数引いてるよ。雨、雨、雨、雨。よしよし、雨やんだよ。これいけ？いける？これいける？これいける？これ、波乗りだったらいけるよ。波乗り耐えろ。耐えたら、ハリーセンに。リボンが、ハリーセンにリボンをあげたい、俺は。やめろ。アリリー、アリリー、アリリー、アリリー。